最近ネット筋トレ界隈でホットな話題として、まあ、身長低い選手の方がボディービル系の競技で結果を出すには有利で、身長高い選手はまあ例外なく不利だよっていう話があるんですけど、ボディービルとパワーリフティングの2競技に出ている、まあ、僕が思うことを素直に今回は話していきたいなと思います。この話題に関しては、まあ、福岡でエバーリフトというねトレーニングジムを経営されている今古賀さんっていう方が発信されていたんですけど、多くの低身長高身長トレーニーの人から反響を得ているんですよね。久々に筋トレ界隈 YouTube 動画を見て、ああいい動画だなって思いましたね。僕がこれから話していく内容は低身長高身長っていうワードが連発するので、かなり闇っぽく聞こえてしまうかもしれません。低身長と言われて気分を害されてしまう方はちょっとその先は見ない方がいいかもしれませんね。まず高身長選手はボディービルで結果を出すっていうのはすごく難しくて不利なんですよ。フィジークとかクラシックフィジークはなんか身長別でねカテゴリーが分けられているんですけど、ボディービルってなぜかね体重別で身長は全く関係ないんですよね。僕が思う高身長選手っていうのはまあ175センチ超えてくるあたりかなとは思っているんですけど、僕は身長179センチなんで自信を持って俺は高身長選手だとはねちょっと言いづらいんですけど、あと1センチ欲しかったなって感じですね。今古賀さんも言っていた通り、ボディービルってどれだけ見た目が太く見えて隙間なくバランスが整っているかを問われる競技なんですよ。この太く見えて隙間なくバランスが整っているように見える体っていうのは低身長選手の方が圧倒的に手に入れやすいんですよね。ここで言う低身長選手っていうのは170センチくらいまでの選手のことを僕指しているんですけど、ボディービル競技においては身長差5センチとかってものすごくでかいんですよ。一般的に世間的に見たら身長差5センチなんて大したことないなとか思うかもわかんないですけど、ボディービルではもう全く違くって、もう5センチ違ったらもう全然体 の見栄えとか筋肉のつき方とか全然変わってくるんですよ。本当にね身長マジ大事、ボディービルって。今古賀さんみたいに、まあ、僕は論理的には話せないんですけど、ボディービルの全日本選手権のファイナリストの体皆さん見てくださいよ。身長って160センチから、まあ高くても170センチくらいの人しかいないです。まあまずいないです。その170超えてくるような人ってね。で、ここで勘違いされることもあって、筋トレをすると身長伸びなくなるんでしょっていうね、質問めちゃくちゃされるんですけど、そんなことはないです。むしろ一般的に体を鍛えると食事での栄養面も考え出すので、身長は伸びやすくなるんじゃないかと僕は思っています。で、実際に筋トレすると身長が伸びなくなるっていう論文などがないはず、確か。筋トレをすると身長が伸びなくなってしまうと思われてしまうのは、ボディービルやあと体操選手として成績を出して活躍されている人が身長低い人ばっかだからで、鍛えるから身長が低くなるのではなくて、ただもともと身長が低い人たちです。ボディービルって筋肉量は別に勝敗に関係ないんですよ。仕上がり体重80キロの人と仕上がり体重70キロの人が2人いたとしたら、80キロの人の方が仕上がり体重重いからこっちの勝ちとかならないんですよね。どう体が見えるか太く見えるかの方がよっぽど勝敗に関わってくるんですよ。身長185センチ、腕周り45センチの人と、身長165センチ、腕周り45センチの人がいたとして、同じ腕周りでも、身長165センチの人の方が腕太く見えちゃうんですよ。同じ腕周りだったら、身長低い人の方が太く見える。それは当然の話で、165センチの人の方が腕短いから、同じ太さでも隙間がなくてぎゅうぎゅうに詰まっているように見えるからなんですよ。じゃあ、185センチの人に対してもっと腕周り太くすればいいじゃんって言いたくなるじゃないですか。でもそんな簡単な話ではなくって、身長160センチの人も180センチの人も2メートルの人も同じ人間なんで、身長高い人の方が筋肉つきやすいとかそんなことないです。筋肉が成長していくスピードはまあ限りがあるので、大体同じ量の筋肉がついていくのであれば、身長低くて手足短い人の方がでかく見えるのは当然なんですよ。努力の方向性や、勉強して知識をつけて最適なフォームだったり休養栄養をしっかりとってる人、生まれた時から、まあ、遺伝子に恵まれているフィジカルエリートはまた人と比べて成長スピードやその増える筋肉の量が違ってくるとは思うんですけど、それでもやっぱり身長が低い人の方がボディービルやる上では有利です。
身長が勝敗を大きく分けるのであれば、ボディービルも身長別にするべきなんじゃないかとは、まあ、うっすら思っていたんですが、今古賀さんがはっきり言ってくださって、ネットもね、ちょっと盛り上がっているんで、その方向にね、まあ、連盟も動いてくれたらいいなと、僕は思いました。大切なことは、まあ、ほぼ今古賀さんが、まあ、言ってくれたんですけど、僕もこれは声を大にして言いたい。あなたのやっているセット数を強要するなという話なんですよ。トレーニング強度は重量かける回数かける可動域なんですよ。みんなこの可動域のこと全然考えてないんですよ。でもこれを自分で言い出すと言い訳みたいに聞こえるから、まあ今古賀さんも言っていましたけど、だからなかなか言えないんですよね。近年 YouTube だったりネット筋トレ界隈ではハイボリュームがいいのかどうなのかみたいなことがね、論争が繰り広げられているんですけど、そんなの人によって変わってくるに決まってるんですよ。極端に言うと、腕の長さ50センチの人と1メートルの人がいたとしたら、アームカールをするとします。そしたら支点の肘から作用点の手までこの距離が全然違うんだから、本来は腕が短い人の方が重量を扱えるに決まってるし、動かす距離も腕短い人の方が可動域短いんだから、運動量も低くなって腕長い人よりもたくさんセット組めるに決まってるじゃないですか。だけど YouTube だったりネット界隈でね、コメントを残して騒ぐ人って普段からトレーニングのことを深く考えてないし、勉強もしてない人だったり筋トレ初心者が多いから、そんなこともわかるわけもなく、たくさんセットをこなしている人はすごい偉い、重量を扱える人はたくさん追い込んでて、重量を扱えない人は追い込みが足りないとかいうね、くっそ浅はかな見解で片付けられてしまって、まあそんな感じの動画のコメント。全日本のトップ選手が何十セットもできたり超高重量を扱えるのは当たり前とまでは言いませんが、そりゃそうじゃないですか。だって身長低いんだもん、手足短いんだもん。筋トレ初心者に向けて言うんですけど、 YouTube 動画は参考にできるものもありますが、全てを鵜呑みにするのはダメですよ。 YouTube はテレビです。その動画を見ただけで情報を鵜呑みにするのはあまりにも危険です。筋トレ動画以外の YouTube もその他 SNS も同じです。目に見えるものが真実とは限らない。何が本当で何が嘘か発信している本人以外は知りません。ちょっと話それましたが、日本のトップビルダーが例えば何十セットもやってるから僕も真似しようみたいな言う人は真っ先に怪我します。関節の強さ、骨の長さ、回復力の違いから何から何まで違うんですから、怪我して分かることもあるでしょうけど、トップ選手のやっていることを鵜呑みにするのは危ないです。でもそれくらいの情熱はまあ見習わなきゃいけないなとは思うんですけどね。これも今古賀さんが言っていました。低身長選手含め軽量級選手が自分の体重の何倍を上げているから、高身長選手含めたまあ重量級選手たちにまあ重量マウントしてくるんですよ。あなたたちも自分の体重の何倍上げてみなさいよとか、まあそんな感じですね。まあそれもおかしな話だなと思うんですけどね。身長低い選手の方がバーや台が体に対して大きいし、可動域も狭くなるんで、それを何から何まで違う大型選手にマウント取るのはもう全然話が違うと思うんですよ。まあ最後に、ボディメイク競技で結果を出すには身長が低い人の方が有利だよっていう話のまとめをするんですけど、僕が心の内に秘めていたことはまあ大体今回話すことができました。それ以上に今古賀さんの動画では我々の気持ちというか、まあスカッとするようなことを言ってもらっています。まあでもどの話題もどんだけ盛り上がってもすぐね忘れ去られてしまうので、2週間後にはまあ歯が体薄いなとか弱いなとか言われちゃうと思うんですよ。僕だってボディビル大会90キロで出てるけど、やっぱり身長低い人と比べたらちょっと体薄く見えちゃうんですよ。仕上がり90あってもじゃあ何キロにすりゃいいんだって、仕上がりね100キロにすればいいのって、身長180センチの100キロ仕上がりとかもうオリンピアンやんとか、そんな感じなんですよ。まあ僕だったらね、将来もっと90キロ以上で仕上げることができると思う。自分にはそういう可能性があると思ってる。頑張るよ俺だって、まあ頑張ってんだよっていう話ですね。はい、じゃあね、今日はこれで以上です。バイバイ。